こんにちは。ディナー&ディム、アメリカ暮らしです。本日はワイナリーに行ってきましたというお話です。キャンプ場の帰りに行った南カリフォルニアのワイナリーを紹介します。カリフォルニアのワインといえばナパを思い浮かぶ方が多いと思います。南カリフォルニアにもワイナリーはたくさんあるんです。この場所はロサンゼルスとサンディエゴの中間にあるテメキュラという町なんです。この日は休日だったので、駐車場にはいっぱい車が止まっていました。今現在コロナ禍ということでね、なかなか楽しむものが少ない中で、こうやってワイナリーがやって、いてくれて非常にありがたいと思います。この車たくさんありますのでね、おそらく中はね、たくさんの人なんじゃないかなと思います。こちらがね、入り口近くにあるレストランの入り口です。綺麗な庭園なもんですから、その前で皆さん写真を撮ってますね。そしてこちらが、ワインテイストとかショップですね、ある場所です。非常に、ね、天気も良くて、非常に気持ちのいい一日でした。ワイナリーのすぐ横はもう畑でして、ぶどう畑がバーンと見えて本当に綺麗ですよね。緑のぶどうの葉っぱ、非常にいいコンストラストを出してるんじゃないかと思います。こちらは、ワインテイストの場所です。すでにね、来た時間が遅かったもんですから、ワインテイストはおしまいになっちゃってました。やはり、ね、もうちょっと早く来ないとダメですね。これはね、屋上っていうんですかね、2階の、レストランとはちょっと言いづらいですが、実際に試飲をさせていただける場所です。COVID-19 の関係でね、どうしてもオープンスペースでないと、こういったところ営業できないようなので、非常に、ね、風通しの良い、場所となっています。景色はすごくいいんですよ。ここでワインを飲んで外を見てますとね、
ぶどう畑と青い空とということで、まあ、非常に気分爽快という形ですね。ご覧のようにね、結構満席に近い状況でした。窓側はね、暑いもんですから空いてますけれどもね、内側の席はね全部、埋まっておりました。こちらがですね、レストランですね。こちらはいろいろ料理が出てきて、ワインに合う料理だと思いますけれども、まあそれほど人は入ってはいなかったんですが、やっぱり人数制限があるんだろうと思います。確かね、 50% 以下に抑えられていたと思いますね。空いてるように見えましたけれども、そういった制限がねあったんじゃないかなと思います。こちらがね、今回行ったワイナリー、キャラウェイというワイナリーですけど、このホームページです。ワインテイストとかね、その辺が大体35ドルぐらいで受けられるようですね。その場所なんですがね、ロサンゼルスから150キロぐらいのところにあります。まあ空いてればね1時間半とか行くんですが、今ご覧になってる人はね、ちょっと、渋滞なんかあるみたいで2時間とか出てますけれども、まあ、非常に近い場所です。ではまた。ティナ&ティム、アメリカ暮らしでした。